おはようございまっちょ、フォルテです。本日は皆さんに音楽家がやるべきでない部活について話していきたいなと思いまっちょ。この内容はね、ちょっとサムネタイトルはちょっとね、激しめなタイトルとなっておると思いますが、まあ僕の体験談を踏まえて話していこうと思っていますので、まあ、別にやるべきでないとかではなくて、まあリスクがあるよっていうお話です。話していきたいなと思いまっちょ。皆さん、小学生から中学生に上がるときに部活動っていう選択肢があると思います。僕はもともと小学校の時にピアノをやりながら野球をやってました。で、中学校に入ったら部活に入ろうと思っていたんですが、何の部活にしようかっていうのはずっと常に迷っていました。僕はちょっと体験入部っていう形でね、柔道部に行ったんですよ。で、僕一応実はまあやるべきでないっていうスポーツを紹介するんですけど、その中の一つで入ってる柔道部に僕は所属してたんですけど、柔道部に入った理由としては、体験入部でちょっと先輩からね、道着を貸してもらったんですよ。で、先輩から道着を貸してもらって体験みたいなことをしてたんですけど、先輩がそれ汗かいたらもう柔道部入らんといけんのよみたいな感じで、結構強制的に柔道部に入ることになりました。まあこれは本当の実話です。僕の柔道部でやんちゃしてる人とかが多かったので、先輩にはい、わかりまっちょって言ってね、入ることになりました。怪我したかったっていうのもちょっとあったんですけど、まあその話はちょっと長くなるので、今回は割愛させていただきます。では、音楽家が入るべきでないスポーツをちょっとね、軽く紹介したいなと思います。まず1つ目、柔道部。まあ怪我がしやすい、そして柔道耳になった時耳が聞こえにくくなる可能性があります。ハンドボール部、結構実は危険がね、あるんです。はい、3つ目、剣道部。次何来ると思います？はい、バレー部、バスケ部。この5つについて今回は話していきたいなと思いまっちょ。では、なんで野球部が入ってないのみたいな感じの意見があると思いますが、まあ理由としてはね、野球部っていうのは基本的にはグローブが守ってくれるので、まあそれがあるから僕も野球結構やってたんですけど、手の怪我をすることはあまりなくて、やるとしたらまあ投げすぎで肩が壊れるとか肘が壊れるというのがメイン的な、怪我でした。まあそれはもちろんね、ピッチャーから投げられたボールが自分の手に当たって手が骨折するみたいな、デッドボールみたいな可能性はありますけど、その可能性よりもやっぱ柔道部とかバレーボール部の方が、リスクは高いです。では今日はその話について話していきたいなと思いまっちょ。例外がありました。サッカー部も実は危険なんですよ。手使ったらハンドになるやん。そうなんですけど、まあサッカー部の普通の走る人は大丈夫なんですよ。ゴールキーパーだけものすごく危ないんです。こう手で守らんといけないんですか。はっって、でね、この先行っちゃった時がボールで当たって、へぇーって折れる可能性があるので、サッカー部のゴールキーパーもやめた方がいいです。まあそれね、理由についてちょっと詳しく話していきたいなと思うんですけども、まずは柔道部、僕が経験したからこそ話せる柔道部は、まあ音楽あんまやらん方がいいんじゃないかなみたいな理由を言わせていただきます。まず、まあ僕の柔道部がかなりハードで、まあ僕も結構ね、かなりハードに練習してたんですけど、まあそのおかげで実は黒帯を持ってるんですけど、僕は、運よく鼻を折ることしかなかったんですけども、僕以外の人たちは手と足がたくさん折れてます。じゃあ皆さん、ピアニストに手と足がたくさん折れたらどうなると思います？結構支障がございますよね。ですがフォルテは鼻しか折れてないので、一時的に嗅覚を失われたんですけど、それ以外の時にはちょっとピアニ弾けてたので全然大丈夫でした。でもね、周りの人たちは柔道耳になってイヤホンが刺さらなくなったりとか、柔道の試合中に鼓膜が破れたとか、あとは目が疲れて目から血が出てきたとかね、もう柔道部よくあるんですよ。現に僕もね、もう何回も締め技で落とされて、って意識飛んだこともあるんですけど、柔道部っていうのは実は投げられた時に、受け身をしようとする時に結構手をついてしまう。はい、その時何が起こると思います？僕の知り合い3人ぐらいは手を骨折しました。たったの3ヶ月で。たったの3ヶ月3人骨折。1ヶ月1人ペースですよ。柔道部って数十人とかしかおらないから、そのうちのね、3人も骨折されてしまうとね、もはやもうね、次来るのは俺の番ではないかなとか思っててね、常に怖かったです。柔道着をこうやって握るんですけど、これがね、グリグリってなった時に結構指とか簡単に折れやすいんですよ。結構僕の友達とかもね、小指と薬指が折れて、それを一緒にぐるぐるテーピングで巻いて、こんな感じでね、常に暮らしてたんですけど、もう慣れたけん大丈夫みたいな、この折れた指のまま全然平気で柔道練習するんですよ。そのぐらいリスクがありました。そしてさらに僕はテーピングとかをよく手に巻いてました。なんでかって言ったらやっぱ柔道って結構体が痛くなるんですよ。体同士の戦い合いなので、もう体中が打ち身だらけ、指とかじゃなくてもう心身ともにもう痛みだらけ。でそれもあったのでね、もう僕は常にテーピングを巻いてたんですけど、テーピングを巻いたままコンクールに出たことがあるんです。でそのコンクールで僕はものすごくね、いろんな人から噂されました。フォルテ
ピアノのコンクールでテーピング巻いてくるほどピアノ練習しとん、アニメみたいな練習しとんかなみたいなこと言われるんですよ。そんなわけあらへん、全然ピアノ練習してないのに、からもうジュートばっかしてたのからテーピング巻いてるせいで、あいつずるい練習をしてる誰かみたいなこと噂を流されたんですよ。まあ、それほど危険性があるので、まあ、僕は柔道部はおすすめできません。はい、控えた方がいいです。怪我するのやめましょう。あと首も折れてしまう可能性がございます。はい、続いての種目、今回ハンドボール部について軽く説明させていただきますけども、正直バレーボール部よりもハンドボール部はかなりリスクが高いです。で、その理由としましては、バレーボールとかバスケットボールってどちらかというと結構まだ大きい球でものすごく速いスピードでパスを繰り返すっていうものではないんですよ。まあもちろん速いですけど、ハンドボール部のボールの大きさってわかります？なんかこのね、このぐらいの手の大きさで収まるようなもので、これって結構リスクで、っていうのもちょっとしたスピード、ものすごくスピードでキャッチをするんですよ、ボールの取り合い。それによって結構簡単にね、指が骨折します。僕の知り合い、大体ハンドボール部には手にもうテーピングだらけでした。はい、だからやっぱゴールキーパーものすごく危険らしいです。ハンドボール部サッカーよりも危険らしいです。すごいちっちゃいゴールキーパーなのに、ゴールキーパーになる人は大体体大きいので、すげえ剛速球の球を体で止めんといけんから、もう本当に穴がもう顔の横とあと脇とか足の間しか空いてないから、もうどうにか体をぶつけて止めんといけんから、ものすごくもう間近で思いっきりボールを投げられるから、すごくゴールキーパーは危険だそうです。やめた方がいいですよ。痛いのが嫌なら。はい、続いていきます。そう、剣道部なんで危険かって言ったら、結構あれ防具あって大丈夫じゃんみたいな感じで思う人いるじゃないですか。もちろんね、そのメインのボディは大丈夫なんですよ。メーンとか、みたいな感じの場所は大丈夫なんですけど、結構リスクがあるのが、コテ！あのコテね、僕の友達何人も手怪我してました。コテってね、コテってやるけどね、防具以外のところにね、いきなりもう竹刀が当たってしまう可能性があるんですよ。だからものすごく痛そうに、しかもものすごくテーピング巻いて何回も病院に行ってました。手をメインで怪我する可能性があるから、コテはじゃなくて剣道部はやめた方がいいんではないかなとお勧めさせていただきました。続いて話していきたいなと思うのはバレーボール部。バレーボール部なぜ危険なのか話したいなと思いますよ。バレーボール部の危険性としてはね、やっぱレシーブパーンやられてからレシーブでヒーってね、あそこのここでね、結構親指痛めちゃうんです。結構これが痛いんです。僕も結構バレーボール好きでね、体育の時に結構先陣切ってリーダーのようにやってたんですけども、ヒーってやられた時に、ヒーってやった時にここのね、親指の付け根が腫れちゃうんです。僕結構それで腫れてね、何回も痛い思いしたので、柔道部でもなんかネチネチ痛いところの親指ばっか攻められるので、僕はやめた方がいいかなと思いました。はい、続いてで、バスケットボール部なぜやめた方がいいのか。それはもちろん皆さん何回も見たことあると思うんですけど、スラムダンクとかやっぱ結構皆さん手にたくさんテーピング巻いてるじゃないですか。ではなんで手にテーピング巻くか。それはもちろん使うことが多くて痛める可能性が多いからですよね。で、バスケットボールは基本的に今そこまで危ない競技ではないと思うんですよ。まあ突き指するぐらいかなと思うんですけども、突き指ってまあ普通の怪我からしたらまあ結構まだライトな方じゃんとか思うけど、さっきまで骨折とか言ってたけど、でもなんか突き指しすぎたら、まあ僕も疲労骨折、剥離骨折したことあるので、なんでって言ったら、あ、これドッジボールで親指剥離骨折して小学校3年生の時ね、母親と一緒に病院に連れて行かれました。あとバスケットボール部っていうのは結構ね、危険だからやめた方がいいかなと思います。まあそれが以上の部活動でね、やめた方がいい理由かなと思います。まあもちろんね、控えた方がいいってだけで全然入るなとやってません。もう現に僕も柔道でしっかり死ぬほどもう怪我するほどやってましたので。でもね、僕のね、男の友達とかのピアノ、ピアニストとかピアノをやってる人で多いのは、野球とかサッカーとか結構やってる人が多いのでね、怪我する可能性があるよ。普通に生きてて歩いて帰るよりも結構部活して帰ることによって少し血管のリスクが上がるよってだけなので、まあそこまで皆さん重く考えないでください。別にこれをやったからってピアニストになれないわけではないです。僕など現に鼻も折れてなんか結構痛いことたくさんあったけど、ギリギリピアニストとしてやっております。まあ、部活動とか関係ないんですけど、僕も普通にね、事故とかあって、全然部活動とかしなくても普通に帰ってるだけの日でも交通事故に遭いました。まあね、全然部活なんかやらなくてもものすごく怪我のリスクはあるので、皆さんそこまで気にせずに楽しく部活をやっていただけたらなと思います。まあぜひね、部活に入るときには、こういうリスクがあるんだなと改めて確認してもらって、まあ、やりたい部活には全然入っちゃってください。まあ、僕は怪我の保証一切しませんので。僕がね、まあ、部活入ってよかったなって思うのはやっぱりね、絆ができたかなと思います。ピアノとかやってるとね、できないようなね、熱い魂のソウルの絆が仲間とでき、死に物狂いで絶対勝たんといけんっていうね、全国大会が決まるんだ、俺が投げられたらもう負けなんだ。ピアノとは違いますよね。ピアノは自分に勝てたら勝ちなんですけど、柔道の場合ってもう相手を倒さないと勝てないで、マジで闘争心がえぐいんですよ。
絶対勝たないといけないっていうね、死に物狂いで相手もやってきてるんで、もうその相手に負けないように、もうどうやってやるかって言っても、逆に怪我しない方法としては、相手に任せてそのまま投げられて、はい、ありがとうございましたってやるか、そのまま相手をガーンって勝って、勝つかのどっちかしかないんで、まあ僕は勝つ方を選択したので、もうものすごくね、闘争心でメンタルが強くなりました。だからまあピアノのプレッシャーとかに比べると柔道のね辛い思い出、辛いというか辛いとか言っていけないけど、ものすごくね激しいね、もうソウルの戦いのね2対1で戦わなきゃいけないあの状況の方がやっぱ辛かったので、まあ僕はそれがね柔道やっててよかったかなと思います。そしていい友達にもたくさん出会えたので、まあ仲間と一緒に達成しに行くっていうことがものすごく楽しかったので、僕はね柔道部やってよかったかなと思います。野球部も入ってみたかったです。まあね、全然僕はピアノだけに突出せずに、まあいろんな部活に入ってみなさいっていう感じのね、どちらかというとそっちに皆さん提供するいろんな部活やって全然怪我とかしてもいいじゃんみたいな感じの、ね、考えなんですけど、まあ世の中には怪我はやっぱ危険だからやめた方がいい。もちろんその意見も僕も今となってはそう思うんですけど、あの時やってよかったなって思うので、皆さんやりたいことをやりたいようにやってみてください。もう部活なんでね、やったもん勝ちです。勉強もちゃんとしろよ。後から勉強しないと困るから、勉強してて損はないです。まあ、勉強してることによっていろんな視野が出てきて、まあピアノやろうかなんとかやろうかいろんなことが見えてくるのでやってみたらいいんではないでしょうか。今日は本日はこんな感じでフォルテの漫談を終わらせていただきまっちょ。ここまで見ていただきありがとうございまっちょ。それでは失礼しまっちょ。見てくれてありがとね。よければグッド押せて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。